こんにちは、会社ミニマリスト山尾です。こういう財布を待ち望んでいたというのを先日購入したので紹介したいと思います。その財布がこちらです。アンサー4というトレイルランニングブランドから販売されているウォレット2という財布です。小さくて軽いです。 16g チャック付き、多少の雨では濡れません。このカラーとデザインで金額が1500円になってます。で、今日はですね、使い勝手はどうなのか、どれぐらい濡れないかと検証していきたいと思います。それでは行ってみましょう。自分は普段カード類はもうクレジットカードと免許証だけです。ニトリのカードとこのネカフェの会員カードを免許証とクレジットカードだと思って入れていきます。こちら側に入れます。このような感じですね。こういった感じで入れて、小銭ですね。小銭もういらないんですけど、中銭とか、うん、で、出かけるときはこの財布とスマホの楽天ミニですね。ポケットに入れ、鍵は持ってないです。キュリオロックというスマホが鍵になるスマートロックを持ってるので、このまま出かけることができます。全然濡れてませんね。バッチリですね。うちのカードも、あ、はい、全然濡れてません。大丈夫です。防水性は、まあ、十分じゃないでしょうか。あの直撃の状態で、まあ、耐えたので、安心して山でも、ランニングでも、十分な防水性なんで、ここがもう普通の財布とは違うところじゃないでしょうか。それでは、会社員ミニマリスト、岩間でした。